皆さん、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。タイピョンと申します。今日も一日よろしくお願いします。今回がガレージ動画の第2回目となります。簡単に自己紹介いたしますが、私は40手前で、今、自宅の建設と合わせて、ガレージ、アジトを作ります。今回の動画は、まだ実際に建てているわけではないので、進捗状況の報告動画となります。もし興味があったら第1回目と合わせて見てください。興味がない人にとってはね、本当につまらない動画となりますので、そっとブラウザを閉じてください。いきます。男のロマンである自宅ガレージの建築ですが、スケジュールが結構押してます。もともとゴールデンウィーク明けに自宅が完成する予定だったんですけど、実は今まだこんな感じなんです。外壁すらまだついてない状態で、工務店さんに確認するとゴールデンウィークどころか5月中に完成するのは難しいとのこと。どうやら6月に食い込むような感じです。知り合いの工務店さんであるということや、建築の設計やお金の面でもかなりの無茶を聞いてくれてることもあって、あまり文句も言えないので、まあ仕方がないんですけどね。立地的に住宅とガレージ、外構の同時進行は難しいので、消費税の増税前までにはなんとかガレージまで完成させたいところですね。肝心のガレージの話です。建てるガレージはこちらです。前回と同じなんですが、ヨド工のラビージュ3連結で、一つはカーポート的なやつですね。色はまだ迷ってるんですが、炭色が無難かなと思ってます。装着するオプションはドアが1箇所と換気扇、あとは電源と照明までは外構屋さんに用意してもらおうと思います。一つ気になっていることがあって、打ち合わせの時にちらっと聞いただけで詳しくは聞かなかったんですが、ガレージの地面、コンクリートの打ちっぱなしの部分なんですが、話を聞くと傾斜をつけるそうなんですよ。なんで若干斜めになるって言ってたような気がして、詳しく理由を聞かなかった私が悪いんですが、なんで傾斜つけるんですかね。今度打ち合わせの時にまた詳しく聞いてみようとは思うんですが、作業台とか椅子とか、まあ、旋盤とか置いたらちょっと斜めになったらおかしいかなって思って。おかしいですよね。ガレージに装備したいものはエアコンプレッサーですね。これは作業の基本になるので置きたいと思ってます。あとは作業をする作業台、エンジンハンガーって言えばいいんですかね。車からエンジンを吊ったりとか、バイクを吊ったりするやつですね。タイヤチェンジャーはヤフオクで安いのを見て見つけてたんですけども、置かないことに決めました。っていうのがオートバイだったら手組みでいけるし、まあドリフトするわけじゃないんでね、四輪の場合でもまあそんなにタイヤ交換することもないだろうと思うので、まあスペース的にももったいないし、やめることにしました。なので電源も AC の 100V でいこうと思います。課題として考えないといけないのはセキュリティですね。防犯カメラ、田舎なんでいらないとは思うんですが、実は以前っていうか先日までランクルに乗ってたんですよ。家建てるんで、まあお金に変えちゃったんですけど、ランクルにセキュリティのバイパーって言って、いたずらがあったりしたら警報が鳴ったりとか、車のキーがバイブで震えるっていうようなセキュリティつけてたんですけど、結構ね警報鳴ることがあったんですよ。その実際にちょくちょく怪しいと思うこともあったんで、なんで今はねそんな高額車両乗ってないので、いらないって言えばいらないんですけど、正直微妙なんですよね。防犯カメラに何十万も使って、果たして費用対効果があるのかっていうのが謎なんですよね。それに防犯カメラってきっとあれですよね、毎月月額課金とかになっちゃいますよね。まあ防犯カメラはガレージできてからでもつけれるだろうし、後回しでいいかなと思ってます。もう一つが太陽光ですね。ソーラーパネルです。自宅の屋根にはソーラーパネル引かないことにしたんですけども、外構屋さんがガレージの屋根にも太陽光を置けるよって教えてくれて、結構スペースが3台分のスペースがあるので、結構いい感じでソーラーパネルが置けるそうなんですけど、まあねこれもちょっと考えたいと思います。ガレージの費用ですが、前回の動画でも喋っているので軽く説明だけしますが、稲葉物置やヨド工といった物置メーカーのものはだいたい
定価の 70% の価格が販売価格となります。なのでカタログで欲しいガレージを見つけて、その価格の 70% 実際の販売価格となります。時々そのホームセンターでセールがやってて 35% とか 40% 引きで買える時もあるそうです。てな感じでね、今回の動画はとりあえず今の進捗状況の報告動画でした。あとね、まだ考えないといけないことっていうか、その外交の庭の部分ですね、芝生を私自分で引かないといけないんですけども、実はその芝生引くっていうのは結構難しくてスキルがいるらしく、また芝生を引いた後も日照条件とかですぐ枯れちゃったりとかして、結構レベルが高いというかスキルがいるような感じなので勉強したいと思います。そんな感じでね、今回の動画は以上となります。今回も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。